県内では今日新たに357人の新型コロナの陽性が確認されました。先週の火曜日より63人増えています。県は今日新たに1,955件の検査があり、先週の火曜日より63人多い357人の陽性が確認されたと発表しました。 現在、128人が入院していて、病床使用率は22.8%、重症の人はいません。今日の陽性者を市町別に見ると、佐賀市が最も多く98人で、次いで唐津市が64人、鳥栖市が39人、神崎市が21人などとなっています。年代別では、10代が最も多く82人、次いで20代が70人、30代が60人、 10歳未満が55人などとなっています。